西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーです。今週はゴールデンウィーク明けでですね、たくさんの方がいただいたんですが、今日はスカイウォーカーさん、男性50代島根県、先日は質問に答えていただきありがとうございました。また国会でも、運送業界の窮状を言っていただき本当に感謝しています。さてこの度の質問ですが、最近働き方改革という言葉をよく耳にします。これは電通の悲しい出来事の2端を発して改めて労働というものを見直さなくてはならないということだと思うんですが、ただ単に労働時間が短く済めば、なれば済むという単純なものではもちろんありません。賃金の問題もあるし、もっと長く働きたいという方もあります。日本人はよく勤勉であると言われますが、私は必ずしもそうではない気がします。まだ社会とか、朝早くから夜遅くまで仕事するのが美徳という意識が、みんなが遅くなるから自分もなどと意識が足かつになっているのではないかと思います。先生は働き方はどうあるべきか、過重労働はどうすればなくなるのでしょうか。正解はないかもしれません。どこから妥協するしかないのでしょうか。しかし労働のために自ら命を落とすことがあっては絶対にならないと思います。先生はどのようにお考えでしょうか。ご意見をお伺いいたしたく思いますということであります。確かに電通の事件はですね、本当に悲惨な事件でありました。ああいうことがですね、ブラックバイトなども含めですね、たくさん世の中にあるんでしょうね。でそれで、これどうしたらなくなるかということですけれども、なかなかこれ難しいんですね。で実は私、税理士事務所を、経営してるんですね。でその税理士事務所でもともとですね、私自身も税理士事務所に大学卒業して働いていたんですけれども、はっきり言いまして給料ものすごく安かったんですね。で、その当時ですね、私が、今から昭和56年ですね、今からもう30年以上前ですけれども、その時のね、私確か初任給ね9万円ぐらいだったんですよね。でその時は、税理士の5科目合格すれば、受かるんですけども、5科目合格してるはずだったんですけれども、実は卒業した時2科目合格段階で入社したんですね。でその時妹が短大生でいましたけれども、彼女の方がですね、幼稚園の先生やりまして11万ぐらいもらってたんじゃないですかね。それから、大卒の初任者給料というのが12、3万だったと思います。ですから極めて低かったんですね。で、税理士業界というのはですね、ある種徒弟制度のようなところが当時ありましてですね、要は仕事を覚えてどっちみち独立するんだろうと、だから仕事覚え代だというような感じでね、そういう感じの形があったんですけれども、その後ですね、私は独立をしてからもですね、自分がそうでありましたからね、割とやっぱりみんな安い給料でと思うんですよね。しかし、これではねやっぱり良くないんですね。いい人が来ないし、それから、給料を安くして、結局ですね、その分で自分の所得を増やすというやり方やっちゃうとですね、結局いい仕事ができなくなるんですよね。でいい仕事をしようと思うと、やっぱりそれなりの給料を払って、雇用を安定させていかなければならないわけですね。ですから、そういうところから私の実は事務所の給料というのは多分安くないと思いますね。それなりの給料払ってるんですが、それだけ払ってる割にはですね、もう少し頑張っていただきたいなという気もするんですが、要は何が言いたいかと言いますと、これ経営者の考え方でしてね、人件費を安くしてそれで儲けていこうという発想でやるとですね、これは本当に誰もプラスにならないんですね、実は。でそれよりもいい仕事をして、その代わりそれなりのいい給料を払ってあげるということは、いい仕事をするためにはそれなりの付加価値の高い仕事でいい給料を取らなきゃ、もらわなきゃいけないわけですよね。でところが、この働き方改革の裏側にありますのはね、要するに、この日本がかつてはそういうふうにどんどん、給料上がっていった時代があったわけですよね。ところが、デフレになってしまってですね、給料は上がらないと。で給料が上がらないというよりも売上が上がらないと、物の値段がデフレで、小さくなっていくわけでありますから、同じ量の売上をしていてもですね、これはどんどん、売上が減ってくるわけですよね。その減ってくる中でどうやって利益出そうかというと、結局はこの人件費をいかにしやすくしていくかという形に振ってしまった感がありますね。でそれでも仕事がないよりマシだということで、安くてもですね、
無職よりもいいだろうというので、そういう形の人がですね、ある程度、この職が探せたわけですよね。ところが今だんだんやっぱりそれではダメだと。でもうそんな安いバイトには行きたくないと。で ましてやブラックバイトやですね、そういうあんまり残業がひどすぎてですね、まともな生活できないというのところには人が行かなくなっちゃう。運送業界もその典型的なもんでしょうね。でかつてから運送業界というのはですね、非常に厳しい、この労働だと言われてましたけれども、実は給料結構良かったんですよね。あの昔あの佐川急便に働いたらですね、とにかくサラ金で、回らなくなったら佐川急便で半年働けばですね、その給料でサラ金を返すことができると言われたぐらい、まあ仕事厳しいけれども給料良かったと言われていた時代でしたけれども、それが相対的にデフレで今言いましたようにね、給料が上がらないと仕事がどんどん厳しくなってくるとという形の、業態が増えてきたんですけれども、これも結局はいわゆるデフレ社会、まあ、それがもたらした弊害ではないかと思っています。 ですから、このデフレから脱却していくということがですね、一番大事なんですね。すなわちそのためには、この経済をですね、もう一度、正常な状態、デフレというのは異常な状態ですから、正常な状態に戻していくということが非常に大事なことになってくると。それからもう一つは、経営者自身もですね、このまあ、デフレ状態の時には致し方なかったんですけれども、このコストカットによって利益を出そうというんじゃなくてですね、いい仕事をすることによってですね、この売上を増やして利益を確保しようという、まあ、そういう方向に転換をしていかなきゃならないと思うわけです。そこで、まあ、あんまり答えにもならないような、ことになってしまいましたけれども、ただ一つ今日はですね、皆さん方にお教えしたいのは、私もかつてよく出ていました超人大陸、なぜかこの頃呼んでくれてないんですけれどもね、この超人大陸で、私のですね、あの友人の中野武さん、これがあの自民党の若手議員の勉強会で、講演をやっております。でこれはあの、富国と強兵というですね、この本を彼が書かれたんですね、600ページぐらい700ページぐらいありますかね、かなり大きなタイプの本ですけれども、まあ、その中で、その貨幣とは何かと、つまり貨幣の本質を知ることによってインフレデフレこの正体を分かるという、まあ、そういう章があってですね、その部分だけをですね非常にかいつまんで分かりやすく、講演されております。でこれを見ていただけるとですね、デフレ脱却のためには何をすべきかと、まあ、今はとにかく、財政出動しなきゃならないという、まあ、そういうことなんですけれども、その理由がですね非常に分かりやすく出ておりますので、ぜひこちらの方もご覧になっていただきたいと思います。ここにあの超人大陸の書いておきますので、ぜひそちらもご覧になってください。今日はそういうことで、スカイウォーカーさんの質問に答えしましたけれども、今週はですね、永田町のアルパカさん、影武者さんが9つあのぜひ私が答えられやすい質問を影武者さんにはしていただきたいんですが、いつもたくさんありがとうございます。田中一郎さん、シュランさん、スカイウォークさん、トロッコさんが2通、リフォームドさん、三毛猫さん2通、レフト、ディレクションさん、熊五郎さん2通、川地さん2通、三毛猫三つさん2通、電気屋さんが4通、田中さん、コロンさんが2通、ヨシさん、土カムさんですかね、以上34通プラスウッキーさんの1通で35通いただきました。ありがとうございました。